鹿島市にあるマルサン朗報の極みマスカット大福プレミアムの美味しさの衝撃を数値化したいと思います。よー、茨城面白茨城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 はい、茨城県にはですね、美味しいものたくさんあります。ただその美味しいものを人にお伝えしようとしたときに、あの超美味しいよとかめちゃめちゃうまいよとか、うん、アバウトな言い方になってしまうという方多いと思います。あ、僕もその一人です。どうせならはっきり伝えたいですよね、どのぐらい美味しいのか。いや、伝えたい。なので我々はオスペンギン式美味しさ衝撃数値化システムというものを開発いたしました。なんだそのシステムは。はい、このシステムを使えばですね、美味しさの衝撃を具体的な数値で表すことができるんです。めっちゃありがたい。なので人に伝えるときにはっきりした数字で伝えられるので、とても便利なシステムとなっております。めっちゃ便利。そしてですね、その美味しさの衝撃の数値をの単位がですね、DIP と。 DIP？ はい、デリシャスインパクトポイントでございます。あ、はい、で今回はこの鹿島市にあります、はい、マルサン朗報さんの、はい、極みマスカット大福プレミアム、はい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 、こちらの美味しさの衝撃を数値化したいと思います。いや、もう鹿島を代表するね、老舗のお菓子屋さんのフルーツ大福の一つだ、はい、そうですね。あ、気になる。まずベールに包まれてますね、いろんなフルーツ大福がある中の、はい、この、シャインマスカット、茨城県産のシャインマスカットを使用していると、はい、ということで、まあ、ちょっとね、僕も初めて食べるんですけども、はい、数値化していきます。これリクエストがあったんですよ。ああ、そうですか。マルサン朗報さんのフルーツ大福の DIP 測ってほしいと。なるほど、もう依頼が来てるんで。はいはいはい、これしっかり出したいです。そうですね、しっかり測ります。はい、じゃあそれではですね、システムのセッティングしたいと思います。システムのセッティングは完了いたしました。おー、ちょっとパッと見はあれだね、わかんないね。そうっすね。まあなんかすごく柔らかい、はいはいはい、あのプニプニの、あ、柔らかいんだ、感触ですね。ほうほうほう、ちょっと中見てみたいけど、うん、絶対綺麗に割れないから、うん、一回システム作動させちゃいます、ね、なるほど、いきます。はい、システム作動。きた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 。おお、どんな感じなんだ。おー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 、すげー、シャインマスカット。いや、これ待って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 、これはすごいじゃないか。いや、しっかり綺麗に折りたたんで、すごい、これはすごかったな。中、あ、行きます、あ、行きます、ああ、すごい、うわ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 あ、すごい、測った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 。来た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 。92センチ。おお、なるほど。ああ、92か。はい。ということは、はい、このね、シャインマスカットの大福の DIP は 92DIP ということが分かりました。ああ、いや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 、すごい出たね。ああ、美味しかった。ああ。すごいみずみずしくて。ちょっと待てよ。どうした？山中さんってさ、昔からさ、フルーツ大福って好きじゃない？まあ好きだね。でもさ、その辺のスーパーやコンビニで売っている、うん、他のフルーツ大福食べてもこんなに飛ぶんじゃない？あー、まあ、じゃあさ、そのフルーツが入った大福、その辺で売ってるフルーツが入った大福を俺が食べて、うん、もう一回システムを作動させてみたらいいんじゃない？それは可能？まあ可能。システムのセッティングが完了いたしました。まあ、こちらがね、スーパーやコンビニで売っている、はい、まあ、果物が入った大福でございます。なるほどなるほど、試してみたいと思います。はい、いきます。システム作動。
った行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 った。あ、行った。あ、うん、あこれやばいね。いい顔になってるわ。これは出るぞ出るぞ出るぞ皆さん出るぞこれは。あ出るぞ出るぞ。行きます。え、ああ、えええあああえあ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 あ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 大丈夫か大丈夫か。おい、本当体はいいから測ってくれ早く。いやいや測ってくれ。ゼロゼロだよ。ほら椅子から離れてないもん。ゼロ。嘘、うん、うまかったよ。いやでもゼロだよ、離れてないもん。え本当だ。あそうか、衝撃を受けるほどの美味しさではなかったんだ。ああなるほど。美味しいは美味しいんだけどやっぱ衝撃を数値化してるから。そっか、うん、比較的食べ慣れたスタンダードなやっぱ美味しさになっちゃってたってことだね。そういうことか。なるほどな。はい、というわけでございまして、こちらの丸三老舗の極みマスカット大福プレミアム、こちらが 92DIP、うん、そして、どこにでも売っているような、スタンダードな果物入りの大福が、0DIP ということが分かりました。あ、こうやって見るとやっぱ一目瞭然ですね。いやもうはっきりした違いが見えました。あなるほど、はい、というわけでね、まあ、あのこちらの、フルーツ大福、うん、丸三老舗さんでは他にもいろんな種類がありますんで、季節によっても違うし、どれもねきっと美味しいと思いますので。なるほど。ぜひね、皆さん食べてみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ。というわけでございまして、次回もお楽しみに。ありがとうございました。オスペンギンからのお知らせです。現在水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひスクリーンショットしてください。してますか。してます。何その、してない人いたから今。いた？いた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 。歌しないと。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価グッドボタン拡散お願いします。うん、おいしい。ほんとみずみずしい。うん、見てこのね、おいしいわ。いやもうね、みずみずしさはもう音で伝わったよ、うん。